ジョニー・レオーニはスイスシオン出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。スイス及びイタリア国籍を有する。スイスの FC シオンの下部組織出身。2001年にプロ契約を結び、2003年5月 FC チューリッヒに移籍。UEFA チャンピオンズリーグ2009から10で AC ミラン相手に挙げたジャイアントキリングは語り草となっている。 2016年、J3 の AC 長野パルセイロへ移籍。同じく新加入の三浦達樹とのポジション争いとなったが、16試合に出場するも1年で退団となった。2017年より同じく J3 の栃木 SC に完全移籍で加入した。加入後はレギュラーをつかみ、31試合に出場。J2 昇格に貢献した。昇格後の2018年は、 岳重やす彦との併用となり、19試合の出場にとどまった。2018年11月20日、契約満了により退団することが発表された。スイス代表として、2010FIFA ワールドカップメンバーに選ばれた。ABCD、ジョニー・レイニー選手とちぎ SC へ完全移籍のお知らせ、AC ・長野・パルセイロ。 http://p-ar-ce-i-ro.co.jp スラッシュニューススラッシュトップスラッシュ201701205536 HTML2017 年1月20日閲覧。J3 長野に電撃加入。元スイス代表 GK レオーニが演出した伝説のジャイアントキリングヤフーニュース2016年4月12日閲覧。 契約満了選手のお知らせ、栃木 SC、https コロンスラッシュスラッシュ www.toc-igisc.jp スラッシュインフォスラッシュ101262018年11月21日閲覧。ありがとうございます。